すごい。いっぱい来た。どうも。ありがとうございます。すごい。よくぞ来てくれた。どうもどうも。今日は公演ありがとうございました。花渡れのもの公演。どうもどうも。そう、これは今夜公演がリンコの卒業公演だったので、リクエスト、リンコのリクエストです。三つ葉三つ印が好きらしい。昼はリコチの生誕祭だったから、何がいいってまた聞いたら、ピアノちゃんがいいって、ピアノちゃんにした。そう、出なかった。そう、あ、そうそう、指ね、わかんない、今すごい固定しててわかんないけど、なんかちょっとギリ関節が曲げれない、何、関節曲げれない、なんか曲げれるようにギリギリに絆創膏貼ってて、でもなんかちょっとなんか色がさ、ちょっと紫色なんだよね。これは腫れてるってことかな、ちょっと見た方がいいかな。でもこれさ、お風呂入るときさ多分染みるけん、締め付けすぎ、そういうことかな、取った方がいいかじゃん。お風呂どうしよう、お風呂入ってから撮ろうかな。そうなんです、骨全然大丈夫、骨は大丈夫で、なんか私がぶつけちゃって見た時にはちょっとパックリ開いてて、あ、大丈夫かなってなって、で気づいたら、あの、なんか血が出てて、やばい、これ映しちゃいかんと思って、これカメラに映しちゃいかんと思って、なんかパッて隠したら右の手にもついて、だからペダルでね怪我しちゃったんだけど、なんか息をする心でこういうふりがあるんですよ、だからここについてて血が、だからやばって思って、だけめっちゃこうした。そう、なんかね、そう、なんだろう、でも打ってから動かなかったんよ、指が痛くて動けなくて、ちょっとこうやってして歌ってた。ここ結構意外とこの3本で持てるっていうね、マイク結構重いんですけど、力入らなくて、こっちが力入らなくなったら、なんか結構全体的にも影響してくるんだね、なんか人間の体って。
足は動くけんよかったけどね。そう、でもすぐね冷やしたけんよかった。ちょっとリコチのあれお手紙がね聞けなかったんですけど、そう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 、ね、指ってすごいんだね、ほんと。なんかあれよね、繋がっとんやね、力が。なるほどね。じゃあもう一回、じゃあお風呂入ったらまた変えます、絆創膏を。今力入らない？なんかゆっくりこう手握ることは、握るっていうかこうグーにすることはできるけど、ゆっくりだったらいい感じに、なんかマイクもいい感じにこうだからよかった。え、なになに、クリスマス、タイタンさんありがとう。タイタンさんありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。ね、明日痛いかもしれない、まだアドレナリンがまだね、ありそうで明日痛いかな。でも明日ね、お話し会意見まだ良かった。映画クマ、次は公演ありがとう。よいしょ。着替えるのとかめっちゃ遅かったよ私、急いだけど。やばかった。とりあえずこれはカメラに映しちゃいかんってめっちゃ思った。どうも、そう、左手を極力映さないようにしてた。普通に力が入らんかったっていうのもあるけど、とかね、変えたりね、持ち替えたりとかして。昼、あ、そう、昼に怪我した。じゃーん、タイタンさんありがとう。ありがとうございます。ね、そう、すごいね、そう、心配させてしまって。体調は全然めちゃめちゃ良かったです。体調めちゃめちゃ良かった。まあ、でも今はちょっと結構バキバキです。体が。体バキバキ。打撲なんだろうね、ちょっと中見たいんだけど中見たいけどちょっと分からん。絆創膏してね、めっちゃなんかなんだろう、めっちゃ絆創膏の色がなんか
めっちゃ絆創膏でなんかこれめっちゃ目立つなってなったけん、テーピングを貼ってもらって、全然わからんくない、これすごい、私感動したいんよ、全然わからんよね、絆創膏しとってめっちゃ感動したあ、つつなかったんかな、確かに定点はあったら分からんか。でも明らかにね、急に私のね動きがね、なんか多分おかしくなった、すごいな、感覚めっちゃあります。でもすり傷とあれなんだっけ、打撲わかんない、私あんまり気がしないけん全然詳しくなくて、え、全然折れてない、あ、そう、切り傷か、打撲は違う、打撲が血でない、あ、じゃあ違うわ、血出る、指先トントンした感覚ある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 、え、泣いてはないけど泣きそうになった痛い、辛いって泣きそうになった、その時めっちゃ痛くてちょっとうずいたりとかもしたんよ、なんかうずくやん、そういうのって、だけど裏に履けて痛い、固定したい冷やしたら痛み引いた、そうってなってた、だよー、そうね、気をつけんとね、あ、なんか私さ、左手さ、なんかめっちゃ前もなんか覚えあるわ、あれも何だったかな、その時も私ね固定したんよね、病院行って、何やったかな、めっちゃ初期の頃で こうしてなんか封印された左手とか言ってた多分それも一緒かも、今日と同じこと言ってた、やば、多分その時もね、多分しかもここら辺だった、その時はさ病院行って結構ガチガチに固定してたんですよね、やばやば、そう3年前ぐらい、それはペダルわかんない、なんだろう、なん、多分その時もなんか多分当たってだった気がする、ひびが入ってない、なんかダンスの先生にこうされて痛いって言われて、痛くないですって、あ、大丈夫ってえってなんかじゃ曲げれるし、なんか普通になんだろう、絆創膏も自分で剥がしたりできたから、あ、もう全然絆創膏普通に剥がせるならいいねって、だ
顔いけるやろって言われて、はい、全然いけますって言って、私への信頼度がすごいんですよ、ダンスの先生。信頼度すごい。高尾は生きるから。え？って。でも結構他のメンバーにはね、え、なんか大丈夫とか、この前の仕事はこんなことがあったよねとか言ったり、なんだろう、なんかすごいねぎらってるの。そうそうそう。でも私はちょっと立ち位置間違えたら、高尾ちょっと今日ダメやねんって。今日ちょっとねえ、もう本当に厳しい。まあいいけどね。そう、もっとできると思われてる、そういうこと。ちょっと見てみたい気もする。実際このままじゃね、髪洗えん気がする。髪洗えるんかな、洗えるか。やだやだ。確かにお風呂で取れそう。絶対死にますね。でもね、そう、あのね、そう、公演終わってからまた見て洗ったんですよ、水道で。ありがとう。水道で洗ったらもう固まってて、傷口が。早くない？だからなんかね、熱湯っていうか、なんかお湯で洗ったらもっとなんか、なんだろう、違うかもしれないけど、もう固まってた。熱湯お湯。もうそうだけど、それで私はなんかもう、あ、もう治ったのかなと思った。ね、防水、なんかもともと防水の絆創膏しとったけど全然曲がらんで、指がマイク持てんかったけんやめた。今ちょっと軽めのやつ貼ってる。の上にテーピングしてる。え、そうなんや。私固まるの早いんや。
消毒して保護しておけば大丈夫。すごいね。え、そうだね。強いんよ。いや、ありがとうございます。確かに寝る前に一回固定するか。そうだね、3日ぐらいはちゃんと固定しとかな。骨に異常はないけど、ないと思うけど。え、湿布って貼らん方がいい？なんかこのテーピングの上から。意外と効果あるかな、湿布したら。なんか氷をずっとさ、なんかこう冷やすわけにもいかんけど。あ、効果ないん。すいません、効果ないです。テーピングの上からしたって。確かにそうだよね。まずはあれよね、切ってなかったら湿布受けたけど、切ってるから。ね、水道水がで洗うのがいいって聞いた。ガーゼしてない。絆創膏の上にテーピングしてる。テーピングっていうか、ね、なんかガーゼ、なんだろうこれ。でもよかった。よかった。とりあえず明日は指は動かさずに安静にします。よかった、明日なんかパソコンとかじゃなくて。あんまりパソコンしないけどさ、なんか明日だけ急にパソコン。サイン大丈夫？右手大丈夫？そう、急になんかパソコンのなんか検定しますとか言われるんでよかった。そうだね。お風呂頑張って入ります。多分シミやろこれは。アドレナリンが今抜けてると思うけど、抜けてからが怖いよね。なんかちょっと紫色になっとんよね。なんかえ、シミる？私、染みるのがめっちゃ嫌で。お風呂のしで染みるのがめっちゃ嫌なの。え、染みる？じゃあ私これ取ってさ、あの、なんだっけ、なんか染みないやつあるやん、なんていうんだっけ。そう、防水のやつを貼った方がいいかな。え、テーピングってあれ結構そういう力ないんか。マジでそっちに変えようとし。じゃあこんなに染みなさそうな見た目しとんのに、意外と取るか。ゆっくり剥がします。テーピングスカスカなん。そうなん。
見た目よかった聞いとって。よかった。え、なんかお城来た。イクゴピョピョさんありがとう。お城金のお城さんありがとうございます。アリアキャッスル。うん、ラップで。締めさせた方が消毒になるよ。え、そうなの？そのが治り早いか。通気性がいいやつ。寝るときはあんまりじゃあ寝るときは あのそのまま防水のやつしとくわ。サマーブリーズ、サマーチャンス。そうなんか、血流流さんとね。了解です。そっか、そうだよね、動かないもんね。そんな、待ち受けにしています。嬉しい、ありがとう。やったー。私なんかね、そうファンの方がね、待ち受けにしてますとかね、嬉しいよね。なるほどね、熱を取る。確かになんか熱くなるって言います、傷口って。待ち受けにして、ロック画面なんか携帯でもいいし、パソコンでも何でも待ち受けにしてくれたら嬉しい。いや、強制ではないけど、強制ではないよ。あ、そう、まあなんか持ち歩いてくれるのも嬉しいんだよね。嬉しい。スタンプも嬉しい。はい、イクゴピョピョさんありがとう。公演ありがとう。あ、私が撮ったいつも嬉しい。景色とかなんでも撮ったやつだ。時々ちょっと待ち受けっぽいやつも来るわ、写真で。結構何も言わずにね送っとうけどね。なんかこれ待ち受けに良さそうだよねみたいなやつを。
なんか楽になった。すごい。すごい楽になった。これテーピング取った。どうも。締め付けてました。うん、そう。まさに息ができた。いや、呼吸出した方がいいよね。キスも。どういう風になったんかわからん。あら、そうなんですか。いいよ。へい。お、え、治ってるは言い過ぎだけど。治ってるは言い過ぎだけどね。なんか私が見た時より全然なんか結構古傷みたいな見た目してる古傷の見た目してる。でも全然腫れてないわ。痛いね。甘さっていかんけど。いや、確かにアイシングっていうか。なんか見た目、ちょっと紫。ちょっと紫。待って、痛い。待って、ちょっと固定しないかんかもしれん。これちょっと分からん。ちょっと痛くなってきた。え、めっちゃヒリヒリする。しかもない出血分からん。ちょっと今一瞬痛くなった。血流が戻ったんか。最初は痛い。あ、それかもしれんじゃん。めっちゃヒリヒリする。あ、で、かゆい。かゆい。やばい、めっちゃかゆい。やばい、これのかゆさば。このかゆさやばい。かと一緒ぐらい。かと一緒。やば。これ。イエー。
やっぱグーできないかも。あ、できた。動かさんはすいません。すいません。なんかよくよく見たら全部なんか青い気がしてきた。全部の関節青い気がしてきたんやけど。全部の指、普通にこれあれかもしれん。普通にこれ多分あれかもしれん、切り傷。大丈夫よ。そろそろ配信終わるね。メールを資料としてお使いし、どういうこと、どういうこと。え、メール取ってくれるってこと。え、なんかね、わかるかな。わかるかな。こんな感じ。そこまで青くないよね。でも超地味。そんなに、そんなにないよ。ここしか可動域がない。じゃあ配信終わりますね。私もうお風呂入るときはなんだっけ、防水の絆創膏をして、でそれしたまま寝てでいいかね。早く寝るか。じゃあ一緒に早く寝ましょう。皆さんが早く寝るって言ったら私も頑張って早く寝る。そういうやつで。皆さんが早く寝るって言ったら私もじゃあ早く寝ないかなって思う。じゃあ、なんだっけ、ランキング変わったかな。これもしうずき出したら冷やしたらいいですかね。もう聞いてばっかりっていうか、なんか、皆さんの経験上冷やした方がいいか。お風呂入ったらうずく、やっぱそういうもんか。氷でね。今ちょっとね、あれ、そんな感じ。左手がうずく。
治りにかかってる。あ、じゃあいいんやね。冷やしたらもっと、まあ、手助けになる。待って、面白くてやばい。タイタンさん、イクゴピョピョさん、トゥエールさん、ミッドナイトシュガーさん、ニノマルさん、エビスさん、タケさん、エイちゃん、大西くん、ボーさん、クジラちゃん、ハスチワルさん、ゆいぞうさん、ひでみさん、フジポンさん、めぐりぜさん、まいせんさん、TM さん、待って、イクゴペピョさん、タイタンさん、エビスさん、ミッドナイトシュガーさん、トゥエールさん、ニノマルさん、タケさん、エイちゃん、大西くん、アシベさん、ボウさん、クジラちゃん、めぐりぜさん、ハスチワルスさん、ひでみさん、リーゾーさん、フジポンさん、ポイポロさん、マイセンさん、TM さん、イモケンフィーさん、マピさん、チョコさん、ポッチャマン、グッドマン、犬ちゃん、ホタテサマー、エレメンツさん、ゼイちゃん、セイヤンさん、テンネツさん、プリメーラさん、プライベートジェットさん、カミンさん、ありがとうございます。いろんな、なんか初めて読んだ人多かった。ひゃー、あ、なんかあるのね、今そういうやつは。ふむふむ、あ、すいません、急に大きい声出して。明日よろしく。あ、カプセルね、カプセルありがとう。うすうす、あ、そうだ、早く寝ましょうね。だから明日ね、お話し会があるの。え、よろしく、おやすみ。みんな今日もありがとう。私はじゃあ早く寝るから一緒に寝ましょう。早めに寝ましょう。やばい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 。というわけで、バイバイ。バイバイ。またねバイバイ。ありがとう。